こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回はですね、ちょっと特別版として皆さんに動画をお届けしたいなと思っています。はい、まあいつもね、僕は自分のスタジオでね、一人で寂しく動画を撮ってるんです。そうなるとですね、たまに話し相手が欲しいなとか、 YouTuber ならではのですね、やっぱり悩みとか、まあ共感できるポイントをですね、誰かと話したいなと思ってる時ですね、僕の頼れるですね、兄貴的存在のこの方をお呼びした方がですね、ちょっといいのかなということで、今回ちょっとゲストお迎えしてですね、動画をお届けしたいなと思っています。ということで今日ですね、来ていただいているのはジェディアファッションチャンネルの森さんですね。よろしくお願いします。久々ですね。久々ですね。2年ぶりぐらいになるかなと思うんですね。はい、ね、なんかもう僕も同じこうファッションの YouTube 界で、まあ、付き合いがある方ってあんまりいないので、そうですね、まあ、ね、なんかたまにはこうお話ししてもらいたいなってことでですね、今回。YouTuber って意外に孤独ですもんね。いや、孤独じゃないですか。よっぽどつながりって、ね、それこそエンタメ系だったら、そうそうそう、ワイワイって感じであると思うんですけど、はい、あまりこうファッション系 YouTuber 同士でっていうのは。まあ逆になんかそういうつながりがあんまりめんどくさいなと思ってる人が YouTuber だったりやってたりしますよね。いやー、すごいとこついてきますね。僕もそうなんですけどね、どっちかというとね。なんか一匹狼的なとこも僕もあるので、ね、割となんか孤立してやっちゃうんですけど、あのね、こういう機会があってめちゃくちゃまた引き出せる、こうね、なんだろうな、またところが違ってくるので、ね、面白いかなと思って、先ほどまで、ね、前編という形 で、はい、お話しさせていただいてまして、ジディアさんのチャンネルでやってるんですけど、何時間喋りましたか、ね、本当にめちゃくちゃもう予定の3倍ぐらい。そうですよね。まあめちゃくちゃ長い時間話してて、これどうカットするのか、なかなか難しいところかなと。垂れ流そうかなと思って、ね。それそれでいいと思うんですけどね。はい、うん。まあ、やっぱりこう、お互い、その自分のチャンネルやる上で、フォーマットみたいのがあって、はい、フォーマットとかキャラクターみたいな、そうですね、こういった感じでやってきますみたいなのが出来上がってるんで、うん、それをこうぶち壊して、その関係ないところを喋るっていうのも、これ需要があるのかないのかは、まるでわからないって感じなんですけども、それも楽しいと思うので、はい、なんか僕はすごい今日楽しいなと思って。いや、僕もすごい楽しかったです。小山さんね、いつもやっぱりテンプレである程度喋ってるから。テンプレって裏話すごい聞きたいなと、なかなか思ってたんで。いやいや、相当ほぐれたんで面白い。そうですね。そうそうそう。そこら辺をなんか飛び越えた話は、はい、まあ皆さんにとってもなんか、あ、こういう人なんだなと思ってから見ていただくと、また感じ方変わってくると思うので、ね、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。ぜひよろしく。はい、僕の方ではですね、まあちょっと裏話的なところもそうなんですけど、うん、まあお互いこう自分のチャンネルの中で、うん、まあなんだろう、スタンスとして、僕だったらまあ低価格帯のものをご紹介していて、うん、はい、森さんのとこだったらイタリア系のものがあるというところで、はいはい、まあそれはそれで分かると。うん、じゃあ、個人的によくどんなものを買ってるのかなとか、うん、どういった買い物をどこでしてるのかとか、そういうところをなんか掘り下げてお話できたらなと思って。なるほど。ちょっとポジショントーク的じゃないところを含めてっていうね。そうそうそう。はいはい、もう1位、なんだ、ファッション YouTuber じゃなくて、うん、1位ファッション好きとしての部分も含めて、お話ができたらなと思って。はい、そこら辺をですね、ぜひいろいろ質問をですね、投げていただいてお答えする形式でやりたいので、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速質問させていただきます。最近買って気に入っているもの、お気に入りの服などあれば教えてください。はい、じゃあこれ僕からいきましょうかね。はい、はい、だいたい持ってくるのめんどくさいので全部着てきましたみたいな感じですよね。そうそうそう。僕は動画の中でもよく言ってるんですけど、わりかしこう、高すぎるものを着ないですよ、逆に。なので、そのユニクロとか GU とかそのあたりも好きで着ることもあるんですけども、自分にとってこう気分が上がる服っていうと、やっぱもうちょっと高めのものがいいなとか、こだわりが深いものがあったらいいなと思うんですけど、やっぱり高すぎちゃうと、なんか緊張して着れないとか、汚しちゃったら嫌だなっていうのがあるので、ね、はい、なんかちょうどいい価格帯みたいなところが、まあドメスティックブランドとか、うん、セレクトショップのオリジナルの中でもちょっとこうこだわりが強い、スティーブ・アランとか、うん、そのあたりが結構好きで、はいはいはい、最近買ったこのジャケットとか結構気に入っていて、これもまあベージュ系の色合いで、はい、前回コラボレーションした時にちょっとベージュっぽいものを着てたので、皆さんが今回は僕がベージュ着ようということで、ちょっとベージュのジャケットを着てます。ちなみにどちらの
ここがスティーブ・アランです、ね。あ、スティーブ・アランですね。はい。ですよね、スティーブ・アラン、ね。スティーブ・アランは、まあなんか、言ってしまえば、セレクトショップのオリジナルだと思うんですよね。今はそうですよね。ね、うん。どっちかというと、もう、ユナイテッド・アローズの企画でやってるんですけど、うん、まあ、セレオリの中ではちょっと圧倒的に、こだわりが深いというか。あれね、もともとスティーブ・アランって、向こうの。アメリカの、そうですね。それでライセンスで今、UA がやってるんですよ、ね。やってるって感じですね。本国ではそんなになんか、ガンガンやるって感じになって、やっぱり日本の方が結構人気で、ね。あ、そうなんですね、うん。僕もだから海外行った時にスティーブ・アランのニットかなんか買って、うん、リネンコンのニットを実は買って、もう10年ぐらい前ですけど、かっけえなと思って買って、どうだろう、フレッド・シーガルとかって思うんですけど、買って、うん、で買ってきたんですけども、なんか、リネンで夏物の割にめちゃくちゃ目が熱くて、うん、はいはい、なんかいつ着るのか分かんないっていうものになっててまあそれがなんかすげえスティーブン・アランっぽいというか、うんうん、でもその世界観がありますよね。ありますよね。でそれをちゃんと今引き継いでやってるからかっこいいっすよね、うん、そうですよね。価格もね高すぎないから気軽に着やすくて、僕はスティーブン・アランのざっくり着るっていうのが好きで、かっこいい、ジャケットこのベージュのちょっとリネン入ってる、リネンなんだそうですね、はい、してますね、うん。T シャツもそれは？これ T シャツはこれヒアマイネームっていうブランドのもので、知らなかった。これなんだろうな、まあ国内のブランドなんですけど、はい、まあ古着とかヴィンテージっぽい感じのものを、うん、まあ新しく作るって感じのブランドなんですけども、T シャツとかスウェットとかパーカーやっていて、ちょっと着古してる感じのプリントものが多くて、はい、そこがなんかエディフェスト。今別居してやってて、ね、このこうモノトーン系のプリントでちょっと汗た感じが好きなので、ね、僕結構ジャケットに T シャツ合わせちゃうことが多いので、こんな感じで合わせてますね。おしゃれ。森さんはどうですか？最近買ったもの、はい、最近買ったのが実は僕ねイジビジのあのブルーライトカットメガネ、おうおうおう、でこれをミラノに、あ、フィレンツェにミラノに出張行った時に最近買ってきたのがこれなんですね、うんうん、で元々そのこれもずいぶん前に買ったんですけど、なんかイジビジのこのブルーライトカットサングラスってヒンジがこう外にこう広がるんですね。ですごい楽 でなんか PC とか僕らよく使うじゃないですか、うん、でその時に結構これを愛用してて、でなんかあんまりこうなんか安いの使いたくないなと思ってあこれ安いんですよ、これ3000円ぐらいの安いんだけど、ね、うん、なんかあんまりこうブルーライトカットのすごい安いのみたいなのあんまり買いたくないなと思ってこれを使ってたんですけども、まあ気に入ったんで今回行った時にこれ DH コロソコモっていうショップのまあコラボレーションのやつで、はいはい、これもイジビジなんです。こういうのがかっこいい。最近これちょっと気に入って形綺麗ですよね。そう、綺麗、イジビジすごい綺麗だし、うん、かけやすいんですよね、うん、なんかスタイリングでたまに使うことがあって、あ、本当ですか？ビューティアンデスとかでもたまにやってるんで、ビューティアンデスでもやってるんですか、うん、かっこいいですよね、はい、価格はそれで結構お手頃なんですよね。あ、日本だっていくらぐらいなんですか？いや、でも4000円とかそれぐらいのイメージですけど ね、結構なんかちょっとカジュアルにつけるときはいいなと思って、うんうん、これを気に入って使ってる感じですよね。高見えしますね。ね、これいいですよね。メガネってやっぱりかけること多いですか？こういうメガネとサングラスみたいな。僕多いですね。なんかなんだろう、変なし、この辺にこう年って出るじゃないですか。あ、なるほどなるほど。そうだから俺あの前まで結構年齢いった人がサングラスかけてる理由ってあんまよく分かんなかったんですね、うんうん、なんで暗いところでかけてるんだ、かっこつけかと思ったんだけど、ここはすごい出るんですよね。確かに僕もずっとかけてます。いやだけどまだ大山さんはそんなに大丈夫だけど、うん、もうちょっといったらもっとこの辺に年齢出るんで、かけた方が圧倒的に隠せる。かけますね。メガネコンビで、メガネコンビで、はい、これ僕最近買ったやつ、ゆういちとやまっていう。ここが結構メガネ最近はおしゃれメガネだな。そうですね、結構国内のブランドの中では最近ちょっと勢いがあって、あ、そうなんですね、青山にも最近店舗できたんですけど、あ、店舗ができたんだ、すごい、もうすごいっすよ。入るのに並んでましたから。マジですか？はい、今すごい。青山どこですか？青山琴通りです。あ、あの辺りっていっぱいあるじゃないですか、新しくできたメガネ屋。そうです、そうです。それこそアイバンとかもあるし、はいはい、その辺りの並びにできて、はい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 、結構今うん、そうなんだ、面白くできてた、できてた、新しいの、ね、面白いですよね、うん、なんか、うん、なんか僕らってこう YouTube 出てるじゃないですか、うん、声かけられるじゃないですか、うんうん、まあかけられるとありがたい反面、うん、今日はゆっくり一人でしたいなって気もあるんで、ね、誰連れてるか分かんないです。いやいや、 それも一発でバレますから。そうですね、あそこで悪さしてたなんか分かんない。そんなのはもう僕にはないもんですね。メガネをかけるとちょっとオンとオフが分かれる。なるほどね。いいなと思いますね。でもまあこれかけてたらバレバレですけど、余計に目立つ。目立つ。何者だっつってね、大山さんだみたいな。
あとはもう一つは最近買って気に入ったの、僕ね結構香水が実は好きで。そうなんですね。でこれジェディアパフュームつって、あの自分でオリジナル作って。マジっすか。これも全部売り切れちゃって、ね、もう今売ってないんですけども、こういうの作ったぐらい。で最近気に入ってんのはなんかこのイストリアードパフュームっていうやつとか、あとはねこのあれなんかエロいっすね、ミルコブフィンっていうやつとか結構気に入ってて、で一番でも最近買って気に入ってるのはこいつですかね、バイレードの、 あのカサブランカリリーっていう、すごい高いんですよ、5万ぐらいするんだ。そんなにするんですね。だけどなんかもうね、僕ね姿勢の香水じゃ満足できない体に最近なってて、なんかやっぱりつけまくってるとなんかそういう高いのの価値がなんか価値っていうか分かってくるんですよ、結構複雑な香りがするというか。ちょっと探します、はい、僕もこのブランド持ってますよ。これちょっとでもちょっと高いラインです。うん、だこんな5万円とかで、ね、めちゃくちゃいい匂いします、ね、めちゃくちゃいい匂いですね、エロい匂い。これはちょっとウッディなところもありそう。そうなんですよ。でちょっと男性でも好きかなっていうので、これを最近気に入ってよく使ってますね。やっぱりなんかいい香水ってなんか時間とともに匂いがどんどん変わっていくのがめちゃくちゃよくわかるんで、すごいな。これやっぱりこう大人の深みの違いじゃないですか。いや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 、あ、これは僕には話せない。いや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 、でもなんかいいですね。でもなんか香水好きになっちゃってからそういうのにちょっと金かけるようになっちゃう。はい、一番最初どれぐらいの時から香水が好きで。僕でも大学時代に姉ちゃん、浪人時代か、はい、お姉ちゃんがあれなんだ、シャネルのなんか香水をプレゼントしてくれたのが、はい、アンテウスっけなんかをプレゼントしてもらってからですね。あ、じゃあ結構長いですね。そう、結構長いです。だからいわゆる空港で売ってる香水っていうのはもう買わなくなっちゃってて、ああ、うん、なんか正直あの辺ってやっぱりそんなに深みのある匂いするやつないので、なんかこうその土地土地のおしゃれショップに行ってちょっとだけ取り扱ってる香水ってあるじゃないですか、うん、ありますね。でそういうへんてこりんなものをとにかく匂い嗅ぎまくってっていう感じで買うようになってます。すごいな。それ普段やってるんですか、動画の中でこの香水がいいみたいな。あんまりたまになんかそのこのオリジナルを出した時はやりましたけど、はいはい、普段はあんまりやらないですね。多分あんまり求められてない。まあニッチなものもね、たまにこういう場面だからこそやる。そうですね。だから面白いですね。いいチャンスだなとちょっと持ってきたんですけど、はい、すごい面白いですね、はい。大山さんは香水いっぱい持ってらっしゃるんですか。僕はもう全然ですね。それこそこれも持ってますよ。バイレットですね、はいはいはい、持ってるんですけど、意外となんか匂いにやられちゃって、うん、気持ち悪くなってやめちゃうんですよね。そうなんですね。なので割とこう服自体の匂い消しだとか、うん、その後でちょっとこう香りのいいものとかつけながら、な雰囲気つけるぐらいで、意外とあんまりはつけないですね。そうですよね。香水って確かに匂い好きか嫌いかっていうところ大きく分かりますよね、うん。女性でもなんかね、男は香水つけるの嫌いって人も結構いますもんね。いや、もうそこら辺振り切っちゃうのもいいですけどね、いいな。ちょっと香水講座やってもらいたいなと思いますよね。いやいや全然やりますよっていうの偉そうじゃないけど、俺でもとにかく香水コーナーだと1時間ぐらい書いてたりするんで。あ、本当ですか。結構匂いフェチなのかもしれないですね。匂いフェチは電話フェチですね、間違いなく。香水買うんだったらこの辺り行くと結構いいのあるみたいなないですか。あのね、難しい。そう、本当難しくて、僕はそのいわゆる香水コーナーみたいなところにあんまり行かないで、うん、逆にそういう自分が好きなセレクト行ってちょいちょい変わっていくところの書くんですけど、うんうん、だからすごくこれすごくみんな、なんかそんないけないじゃん、お前自慢すんなよって言われちゃうんだけど、やっぱミラノのそのデイチコルソコモって香水コーナーあるんですけど、あそこはもう変態系の香水しかなくて、ぜひあそこ行って買ってほしい。なかなか現地の方しか難しいかもしれない。逆にそのお土産って最近日本でも何でも買えちゃうもの多いじゃないですか。まあ大体そうですね。逆にあのデイチの香水コーナーは日本で見たことないの結構あるので、あの僕はそこでバーッと買いで好きなもの買うと被らないし、おすすめかなとは思います。すごいニッチなところ行きますね、はい、なんかその流れでいつもそのご自身の買い物とかって、はい、どのあたりで服とかも含めてすること多いですか。僕ね、だから今日これを持ってきた理由は本当は服とかが面白いかなと思ったんだけど、正直あのもう自分のところでしか買わないんですよ、僕服って、うんうんうん。あとはリサーチで他のところもあるんですけど、あんまり買わなくて、強いて言うと最近やっぱちょいちょい買うのは H ビューティー&ユース。おお、あそこの、なんかこうセレクトもんってあるじゃないですか、はいはいはい、あれをでも最近のセレクトショップって本当にセレクトしてるところってすごい少なくないですか。いや全然少ないですね。なんかオリジナルばっかりが多くて、大体そうですよね。そうだからそういう意味では、あとはそのスティーブ・アランみたいにその裏に実はオリジナルで、うん、もう生産は入っちゃってるっていうのが多くて、
でもなんかリサーチって意味だとやっぱりその本当のセレクトが見たいから、うん、H 結構そういうのが多いんで、はいはいはい、H は結構行って買ったりはするす、ね、あそうですか、はい、H は僕も大好きでいろいろ買いますけど面白いですよね。ちょっとなんか独特ですよね。独特ですね。お店自体もちょっと奥にあって、ね、そうです ね, ね最近でもああいう店って少なくないですか。他にあります。僕も逆に聞きたかったんですよね。ああいうその全然少ないんじゃないですか。本当のセレクトしてるショップ、うんうんうん、例えば僕はその通販で買うこともすごく多くて、はいはいはい、そうなるとまあ場所関係ないので、うん、いろんなこう地方の実力派のセレクトショップみたいなのがいっぱいあって、そのあたり見るのがすごく好きで。そうですね。アークネットさんとか分かりますか。分かりますよ。 あのあたりはめっちゃ地場で強いところですよね。すごい強くて、うん、僕もあっちの宇都宮とかに行く方用事があったら結構寄ってて、十数年前から結構行ってたんですけど、あのあたりもすごい、もうめちゃくちゃお店があのあたりあるんですよ、はいはい。アークネッツグループが、はい、まあ面白いし、もう本当にいろんな地域にセレクトショップで買い物したりしてますね。確かに地方の方が面白いかもしれないな。金沢行ったりとかした時もそういう地方の店入ってる。だから地方のセレクトの魅力ってオリジナルものを持ってないから必ずセレクトじゃないですか、うん、そうなんですよ。それで結構その観点でちゃんとバイヤーが買い付けしてるって面白いですよね、うん、結構独特でそっちが面白いですし、まあ今どこ行っても大体もうね、なんかこう同じようなブランドが並んじゃってたりするので、うんうん、それはそれでいいんですけども、ちょっとコアなものっていうところでは地方のセレクトショップはめちゃくちゃ面白い。これ地方って意味だと山口ストアさんが好き。あの大阪の農林会館でマルチが入ってたじゃないですか、はいはい、あそこにある山口ストアっていう本当にこのスタジオぐらいの大きさの、そんなの大きない店なんですけど、まあ、山口さんって方が一人で買い付けして、はいはい、もう世界観独特の世界観でやってるんで、そこ面白いですね。あちょっとそこ行ってみたいです、はい、ちょっとその大山さんテイストと若干違うかもしれないですけど、うん、でも面白いです、うんうんうん、なんか買わなくてもおえーってなるのがいいですよね。そのインテリアとか世界観も含めて、なんかこのちょっといつもとは違ったところに身を投じるのが、ね、なんかその自分のテイストと全く違うんだけど、あの店主さんの格好してみたいなって思わせる時ってあるじゃないですか、うん、ありますね。それって結構嬉しい瞬間ですよね、うん、ああいう格好してみたいなみたいな。そうですよね、うん、それも店主の方やっぱり独特の格好してて、ね、世界観がすごいから、そうなんか憧れがあっていいんですよね。ちょっと個人的に聞いてみたいんですけど、街を歩いてたりとかして、あここ気になるって思ったらもう入ってしまいますか。どうですか。僕は忙しいから入らない。もう予定ギチギチにしてるんで、ほとんど入んないですね。あなんかお忙しそうなイメージありますよね。そう、あえてリサーチの時間を取るときぐらいですかね、うんうん、はい、僕は結構いろいろやってて、しかも一人でほぼ仕事してるんですけど、うん、割と動ける時間があって、週に、まあ、1回か2回ぐらいはいろいろお店回るようにしてるんですよ。あ、なるほどね、うん、なので結構入っちゃいますね。あ、そうですか、いいな。食べるものもそうだし、はい、なんかそういうプラプラする時間が結構趣味的に好きなので、ですね、行くようにしてます、ね、楽しそうだな。まあ、割とそこは個人的な動きなので羨ましいな。いや、もうそれだけ忙しいのもいいじゃないですか。いやいや、もういいっすわ。ね、でもなんかこうつけてるものとか気になるんですけど、はい、今日のバングルとかはあれですか、テュアレグとかですか。あ、テュアレグです ね。これかっこいいです。僕それ欲しかったやつなんですよね。あ、本当ですか。これかっこいいですよね。かっこいいですね。この真ん中にこう穴が開いてるのかっこいいですよね。はい、テュアレグは結構つけやすい、合わせやすいのが多いんですよね、うんうん、石とか入っちゃうとちょっといろいろと、ね、まあそうですね、めんどくさい時あるじゃないですか、うんうん、その辺があんまりないのがなくてかっこいいのが多いんで、テュアレグは結構好き。ディリアさんやってるんですか。あ、今やってますね。今すごい売れます。ちょっと前までちょっとこの辺のブレスって少しダウントレンドだったじゃないですか、うんうん、そうですね。でまた今復活してきて、今すごい売れるんですよ。うわ、いいっすよね、うん、僕も5個ぐらい持ってます。あ、本当ですか。いいっすね、はい、なるほど。じゃあ次の質問です。自分にとっての欠かせない定番アイテムがあれば教えてください。僕ね、ごめんなさい、さっきかぶっちゃうんだけど、フェランテル靴なんですよね。なんだろう、なんか本当にこういうふうに言うと靴好きの人に怒られちゃうんだけど、なんか僕やっぱお金か、靴ってこだわり出すとめちゃくちゃお金かかるじゃないですか。ますね。でその割に全体のスタイルの視覚効果において、靴って結構なんか変化があんまりこう感じさせられないというか、でそうなるとそうっていうのがまず1個あるのと、あともう1個がやっぱり靴をですね、結構大きく変えると全体の人で大きく変えなきゃいけないってところもあって、うん、僕はその
僕もその初心者向けの服の提案って結構やってるので、まあ、そういう意味では靴はフィックスにしといて、それ以外の部分を変えてった方がいいよっていう提案だったりするんですね。でそういう意味で一番使い勝手がいいのがこのフェランテのこのちょっと甲が浅めのレザースリッポンがめちゃくちゃ使いやすいので、まずこれを、まあ、うちの場合そのタッセルとタッセルなしとスエードとっていくつかあるんですけど、基本のラストはもう全部一緒のフェランテの靴っていうのが僕の定番で、そこからそこに生えてる服をこう変えて提案するっていうのがベースなんで、どうしても定番はこのフェランテの靴かな感じですかね。なるほど。なんかファッション業界の人って靴に対する認知とかめちゃくちゃ持ってますみたいな、そうなんですよね、あマウント取られて、はい、あ持ってないあんまりとかってなっちゃうんですけど、意外とそこを言わないんですね。僕ね、そこがめちゃくちゃその人たちに対する逆転の提案であり、ちょっと負い目でもあるというか。ああ、わかります、わかります。靴は本当、なんかでもいろいろ履いてきましたね、今まで。履いては来てます。なんか僕もいろいろと、それこそビギンとかの話、さっきありましたけども、はいはいはい、影響を受けて、それこそオールデンだとか、クロケットだとか、パラブーツとか、なんかいろいろ履いて、はい、だけども、なんか自分のライフスタイルとかを考えると、そんななんかものすごい量とかって、そうなんですよね。いらないし、いろんなとこで本当に何個かあればいいかなと思うので、なんかそういう話が持ってこられて意外だし、はい、なんか嬉しいな。なんかね、そこは頑張って押していきたいですね。ただまあやっぱり本当に服好きの人からすると、いやいやいやって言われるところなんで、結構難しいところでありますよね。そうですね。はい、なんか僕らは YouTube やってる上で、まあ、リアリティってところも結構大事だったりするので、そうですね。そこでなんか、何十万の靴はあった方がいいですね。言われちゃうと、ちょっとこう、心折れちゃう部分があるので、やっぱファッションってそうか、みたいな感じになっちゃいますからね。靴には投資をとか、ね、まあ、バッグもね、もちろん高いものがめちゃくちゃ高いじゃないですか。それ言い出しちゃってなかなか、あと時計とかね、時計ですね、そうなりますよね、僕はなんか定番は黒パン、黒パン大好きでいつも持ってるんですけど、まあなんか着こなしのベースでいろいろ使いやすいので、はい、かなりの本数持ってます。あ、そうですか、はい、で逆にデニムとかベージュのパンツとかあんま履かない、履かないですね。デニムも本当に昔めちゃくちゃ履いてたんですけど、最近むしろブラック系のパンツの方が使いやすくて、ね、よく買ってますけど、最近はこれグラフペーパー、あーグラフペーパーね、はい、スタイリストの話したのなんですよね。なんか 1LDK っていうお店やってる方ですね。はいはい、ですね、はい、その方がやってるブランドで、結構そこは、なんだろう、サイズもでかいのが多くて、はいはいはい、なかなか僕にもハマりづらいんですけど、お直ししながら。なるほどね。ディレクターの方がすごい大きい方ですよね。大きいですよね。そうなんですよ。あ、グラフペーパーね、かっこいいですよね。うん、今の世界観はかっこいいですね。ねえ、なんかちょっとミニマルな感じで、色もまあかなり。そんなに使わずにっていうのを含めて結構好きで、逆にその細めのパンツとか、はい、テーパードのきついパンツとかそういうのもあんまり逆に履かないかもしれないですね。あ、そうなんだ。じゃあ結構ゆったりめがメイン、ゆったりめとかストレートとかそれぐらいが多いですね。なるほど。タイトももうすんごい履いちゃって昔、もう相当体型が細いので、はいはい、細くてちっちゃいので自分の体型に合うパンツがなかったっていうのがすごい嫌で、昔は自分でミシンでね、そこまで細く自分でしてたりして、入ったぐらいもう本当にタイト主義がもう相当長かったんですけど、その反動で割と最近はあんまり履いてないです。なるほど。確かリラックスのシルエットって綺麗なシルエットって本当に綺麗ですもんね。ストンと落ちるような、ね、なんかすんごいでかいのじゃなくて、ドレープ感とかが美しくて、ウールのでストンと落ちるやつが割と好きで、そうですね。そういったものが入ってますね。そこをきっちり選ぶと大人でもかっこいい。そうですね。ここはでも難しくて、でも、やっぱり僕最近40代とか50代の方向けの動画も出すことあるんですけど、ちょっとやっぱジャストサイズって言ってますよね。そんなにこうワイドすぎるものと世代的に見慣れてない方も多いから、はい、ただのだらしない格好に見える可能性があるので、そこは結構難しいところになるんですけど、ね、なかなか面白いですよ。世代によって正解が変わってくる、はいはい、逆にそのテアトロとかも結構デカめの人にも対応できて、黒のパンツってめちゃくちゃしてると思うんですけど、あの辺も履くんですか。僕はテアトロはコートですかね。あ、そうなんだ、コートとかセットアップも着てた時期はあるんですけど、はい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 、テアトラもなんだろう、割とこう対等一辺倒の時代からあのシルエットずっとやってたので、ね、結構鮮度高くて面白いなと思って、テアトラとかあとは
小森の体力圏とか出始めの頃とか、こんなでかいのって思いながら来てたんですけど、すごいですよね。面白かったですね。体力圏ブーム作りましたもんね。そうですね。当時はまだまだタイとか多かったので、でっかと思いながら、ね、新鮮でしたけどね。俺もワンサイズ上げてきたりして、下げてきたりしてて、なんかでも小森の方じゃないっすよね、そうですね。みたいなね、新鮮でしたよね、出た時は、ね、うん、コモさん来てるのとかもなんか俺ルーズにしか見えなくて、ああいう提案なんだとか言ってたので、展示会とかも行ってたんですけど、なんかそう思って見てましたね。時代をね、一気に取った感じ、もう一気に先取りました ね、 ね。これもまたちょっと個人的に聞きたいんですけど、昔からもう愛用しているものアイテムあれば教えてください。ブランドは意外とこういろんなところに移り変わりながらってところなのでないかなと思うんですけど、好きななんかアイテムのカテゴリーっていうのがあって、やっぱりなんだかんだジャケットは僕好きでずっと着てますかね。10代の頃ぐらいからジャケットのなんかこう背筋伸びる感じっていうのが大好きなので、ずっと着続けていて、そのテイストがまあ緩めになってタイトだったりすることはあるんですけど、ジャケットは必ずあるかな。あとデニム系のアイテムはジーンズ履くよりは割とシャツに入れたりとか、ね、アウターとかでなんかちょっとシャツアウターっぽいの着たりとかでデニムが出る。なるほどですね。デニムって結構難しいですもんね。僕もデニムってそんなに履かないんですよね。あ、そうなんですね、はい、意外にやぼったく見えかすというか、同じシルエットだったら、まあ、ウールのパンツの方がやっぱりきれいめに見えるので、どうしてもそっちに手が伸びてしまう。そうですね。だからそういう意味だと僕はシャツかな、やっぱり。僕暑がりなんで本当はジャケットって言いたいところなんですけど、なんかジャケット着てる時でも手に持って歩いてる時が多いんですよ、ね、なんとなくすぐカッカカッカしちゃうんで、だからシャツはでもすごい好きで、まあ、よく着てますかね。ただなんかやっぱりシャツちょっとイージー化の流れがあって、ここ最近シャツってあんまりこうね一番のトレンドじゃなかった、やっと今復活してきましたけど、なんでちょっとだけ、まあ、ニットの方に触れてましたけど、またシャツがすごい復活してよかったなって、ただ着方がちょっと違いますよね、前とね。そうです、今日の感じも、ね、はい、こう第1ボタン第2ボタンぐらい履いて、そうです、ね、下にこう T シャツ着て、前だとこの T シャツなしですもんね。そうですよね。バッと開けて着方変わりましたよね。変わりましたね。なんかその微調整とかもありながらっていうのは面白いですね。そうですね、そこは面白いですね、で、まあ、一貫してシャツは好きかなと思うんですよね。シャツね、面白いですよね、僕も大好きです、シャツは。シャツだとどのあたりのブランドがやっぱり推しでいいですか？僕はルイジボレリとフィナモレですかね、フィナモレなんかやっぱりずっとかっこいいかなって思いますね。何枚買ったかな、僕も相当買いました ね。なんですかね、あのフィッティングの良さというか、不思議なんだよな、割り切るとかっこよくなるっていう。シャツって本当不思議ですね、かっこいいシャツ着るとなんか自然にかっこよくなるというか。そうですね、もっとシャツ着てもらいたいですよね、皆さん着てほしいですね。小山さん結構リラックス系好きですよね。僕はご自身でも出されてますもんね。そうですね、シャツに作りますね、はい、自分のブランドでもシャツが一番多いんじゃないですか。あ、そうですか、はい、襟付きですか、なんかバンドカラーのイメージ。バンドカラーもいっぱい、最近はあのレギュラーのやつ結構多いですね。あ、多いですね。大好きですね。なんか着るだけでちょっとこうジャケットほどじゃないんだけども、襟ついてるから小切れに見えるし、そうですね、使いやすいですよね。まあ同じ効果ありますよね、ジャケットとシャツ。そうですよね、昔のジャケットのイメージが今シャツまで降りてきてるから。あ、そうですね、そこら辺も含めて使いやすいですよね。使いやすいです。好きな食べ物とあれば教えてください、森氏から、うん、かっこいい食べ物なんかないかな。なんだろう、好きな食べ物。カレーライス、そういうんじゃない？いやいやいや、なんかイタリアンなものが好きなのかと思ってね。イタリアっぽいファッションも。僕結構子供舌なんでカレーライスが本当好きですね。あとは最近直近で美味しいって人におすすめしたのは、あのラブパク、します？なんですかそれ？調味料のパクチーの辛いやつをこうペースト状にしたラブパクチーの略でラブパクっていうのがあるんですけど、これがね美味しいすごく。なんか食べるラー油的なものなんですけど、なんか食べるラー油みたいな感じだ。ラー油とかだと調味料として使うからこんなもらってもなってなるじゃないですか。でも結構ね、大量にこう餃子とかにバッコってつけて食べても味変してすごく美味しいです。でこれも随分前から流行ってるんで、知ってる人は多分料理好きな方は知ってると思うんですけど、僕はラブパク結構好きです。パクチーは嫌いなんですけどラブパク。あ、そうなんですね、はい、あ、パクチーね、なんかいろんな国回ってますよね。それこそ仕事で、そうですね、その中で最近ここ良かったなっていうの
僕ね、あの国で進めるんだったら最近も何もなく絶対いいのはスペインなんですね。スペイン、バルセロナ、スペインです。スペイン、バルセロナですね。もう絶対あそこいいです。気候もいいし、飯もうまいし、雰囲気もいいし、あのフィレンツェとかイタリアもいいって言われるじゃないですか。イタリアも確かにいいんですけど、もうイタリアよりスペインの方がもっといいですね。もう新婚旅行がスペインです、はい、どこ行きました？バルセロナ行きました。めちゃくちゃ良くないですか？最高でした、ね、僕もいろいろ行ってますけど、バルセロナは一番いいかもしれないですよね。何なんですかね、何がいいんだろう。なんか食事も美味しくないですか？美味しいです、日本人の舌に合うようなものが多いん で、 んで す、ね、すごいいいし、まあ、観光の名所もやっぱり建築もすごくいいし、森もなんか割と軽くていいし、そうそう、あの人もいいですよね。人いいんで、スペイン大好きです、ね、でも飯がね、そもそも世界一美食の街がスペインの、ね、まあね、上の方にある、そう、あそこから降りてきたバルセロナにもしっかりいろんなね、人がいっぱいありますよね。全然そのスペイン、イタリア行くとイタリア料理推しじゃないですか。ああ、そうですね、でスペインって意外に創作料理の街なん で、 で、ね、すごいいろいろあって美味しいですよね。そうなんですね。なんかイタリアっていうのかと思ったら意外と、あのイタリア行った時はイタリア超いいと思ったんですけど、スペイン行ったらさらに良くて、パリとかも行って、なんかちょっとまた独特な雰囲気ありますよ ね、 雰囲気ありますよね。いいんだけど、仕事でなんかいろいろ海外に行く話いつもかっこいいなと思って聞いてるんですよ。いやいや、俺さん別にいつでも行けるじゃないですか。全然行けない、ね、Vlog でこうやって自分撮りながらこうやってそういうネタやらないって、ね、そう、自分を知りたりしないですよねそこら辺は需要がないと思ってるね。いやいやいや、そろそろいいと思いますけどね。大山目線で語るスペインの旅それやりだしたらもうちょっとまずいですよ自分語り、たまにこういったね対談があるぐらいちょうどいい上げ編で、ね、それはあるかもしれないですね。また次週から淡々といつもの大山フォーマットが始まりますからたまにはいいかな思っていますそうそうそう、語尾ね語尾小山さんの好きな食べ物は何ですか？僕はもう一貫して甘いものが好きなんです、ね、あ、そうなんだ、はい、意外。ケーキが大好きですね。なんかおすすめとかあるんですか、ケーキ？ケーキね、まあ、僕もあのパティスリーいろんなところ都内もあるの好きですけどね、はいはい、どこだろう、あの大山シェフっていう同じ名前の方がいらっしゃるところがあって、パティスリーイースって、イース、はい、多分ここもそんな遠くないと。あ、マジですか？かやば町の方だかな、あ、近いですね。知らなかった。この辺りすごい。あ、僕も甘いもの大好きなんで。あ、そうなんですね。ちょっと行ってみよう。僕甘いもの大好きすぎて、奥さんも元パティシエですから。あ、マジですか？すごい。なケーキですか？ケーキ系？ケーキ系ですね。僕オーモン牛タンでした。あ、もういいですね。あそこもうまいですね。すごい好きで、うんうん、あとはちょっとそこは名前ちょっとここで言うともすごいことなんか言えないんですけど、そこの弟子の方がやっている本当にすごい狭いところがあって、そこもちょっと家からも近いです。あ、ますね、いいですね。後でじゃあ教えてください。後でします。ケーキはね、やっぱ僕もなんだろう、ちょっとしたこう癒しになるので、うん、ちょこちょこ買って、ね、食べてます。でも太るのがちょっと心配だったりするんだけど、それどうしてます？あ、ちょいちょい食べちゃって、なんか僕毎日なんかデザート食べてます。あ、マジっすか？全然大丈夫なんだ。大丈夫ですね。そのために節制してる感じです。キックボクシングをやってる。あ、そうそうそうバランスを取るじゃないですか。なるほど。お二人に聞きたいんですが、 YouTuber になってご家族の反応というのはどういうものですか？家族の反応、そうですね、まあ奥さんからするとなんだろうな、ちょっとこっぱずかしさもあるんだと思うんですよね、なんか。ちなみにすいません、YouTuber と結婚されたんですか？違う逆その前に結婚されてて。そうですね、独立してすぐぐらいに結婚しているので、まあ、出会いがそもそもその前の仕事場で知り合った感じなので、そうなんですね、前から知っていて、そこからなるほど、はい、お付き合い始まった時にはもう僕は独立して。なるほど。じゃあファンの方と結婚したとかじゃなくて？全然そんなことはファンは多分女性いないと思いますあの大人の男性しか見てないチャンネルなので。寂しいな。女性はいないです。寂しいな。そこはもう安心してる。なるほどね。そうですね、だから奥さんとしてはちょっと気恥ずかしさはあるんじゃないですか、なんかママ友とかなんか出てたよみたいなのとか言われるので。る、ね、そこはなんか僕らしいよりも気恥ずかしいっていうのがあると思うんですけど、子供はなんか言いたがるんですよ、パパ YouTube やってるとか。逆に言いたがるんですか？言いたがるんで言うんです。まだ小学生ですよね。そうですね、3年生と1年生なんですけど、
YouTuber だって言うんですか。そうそうそう、なんか恥ずかしいですけどね。息子なんかは将来何やりたいのって聞くと、一緒に働きたいって言って、いいっすね。ファッションに興味ないんですけど、あのなんか面白そうなことやってるんだなっていう認識があるので。じゃあすごい楽しそうにやってるんだもんな、家でね。そうですね、まあ、趣味を仕事にしてる部分もありますから。なるほどね。割とそんな感じです。どうですか。うちはなんか微妙だな。でも確かに、でもそのあれですね、あの女性ファンはほぼいないだろうっていうところが、僕ら多分結構家庭での居心地はいいのかもしれないです ね、 そうですよね。確かにね、男性売りですから ね、 ね、全然それが女性もいいんだったら、なんかもうやきもきされますもん ね、 ね、多分そこはないから全然。確かに大丈夫かな。子供はうちはもう高校生なんで、あ、なんだろう、なんか微妙に嬉しそうなような、恥ずかしそうなような感じですかね。高校生のお子さん、女の子、あ、女の子ですね。あ、そうですか。だからなんかパパを見たって言われたよとか、歯医者に行ったらパパのファンだって言ってたよって いうのがあって、でもなんかもうそれだけなんですよね。なんかそれ以上はあんまり積み込んでこないんだけど、でもたまに見てるみたいですねみたいな感じですね。すごいな。でも良好な関係層でいいですね。そうですね、子供は仲いいですね。ずっと子供の頃からずっと一緒に遊んでたんで、仲いいですね。おしゃれパパの代表ですね。いやいや、んなこと全然ないですよ。いいですね、仲良くやりたい。僕もなんか娘が大きくなっても一緒にデート行ってくれるように、あのキープしていきたいなと思ってそうね、もうずっと気使ってね、機嫌損ねないうざがらみしない、とにかくうざがらみだけはしないようにしてますちょっと今機嫌悪そうだなとスッと引くみたいなのそこはうまいですね。そうですね、そこはめっちゃやってる。じゃあ最後にお二人にあの質問なんですが、今後の展望があれば教えてください。まあ僕は、まあ、いつも通り変わらずなんですよね、そのメンズファッションを楽しんでいただける人、裾野を広げたいっていうのは僕の活動の根底にあるので、そこですよね、タッチポイントというか、見て、たまたま僕の動画を見て、あ、こういった感じでやればいいんだなっていうところからファッションに興味を持って、あの楽しみにどんぷりハマっていって、僕のチャンネルを卒業して森さんのところに行く方もいらっしゃるし、いやいや、もっとディープな古着に行く方もいるし、なんか僕のところをベースにしながらもっと深いところに入っていくのも面白いと思うし、なんか人生を楽しむ一つのきっかけとしてファッションを皆さんにもっと知ってもらいたいなと思うので、そのためにはやっぱ長く続けることが大事だなと思っているので、まあ健康に健やかにですね、週4本の動画をこれからもコツコツと積み重ねながら、たまたま知ってもらえる機会を増やせたらいいかなというふうに思ってますね。めちゃめちゃ共感しますね。僕ね、多分ね、大山さん実は今日ちょっと対談を申し込んだのは僕の方からだったんですね。でなんかこうナチュラルに一緒に喋れ、もうまさにこういう話をねしてちょっとやりたいなと思ったんで、誰かなと思って本当に大山さんだなと思ったんですけど、なんか本当にすごいその辺めちゃめちゃ俺多分共鳴してて、なんか長くしっかりやっていきたいっていうのと、あとはなんか実はそんなに登録者数100万人とか嫌かなってちょっと思ってる自分がいるんですよね。なんか自分の生活がもうそれで一変するのもなんか嫌じゃないですか、ちょっと。だからそこのジレンマは結構あって、より多くの人に伝えたいんだけど、なんかあんまりその変にこう100万200万とかになって、今の YouTuber のいわゆる人生みたいな人になるっていうのはちょっと違うなって思ったりはするとかあるんですよね。で一方で、あとはあのさっき言ったように本当にやっぱり僕もやっぱりちょっと値段帯は高いものやってるんですけど、まあ、比較的そういうファッション初心者の人に向けてやりたいなと思ってて、で自分が実はこの自分の EC サイトとかファッションの業界に IT から飛び込んだ時に一番思ったのって、なんかファッションってすげえ敷居高い感じ、ま、でそれをなんかこう宣伝する人たちもなんかそういう雑誌もメディアもそうだし、ファッション業界もそうなんだけど、なんかすごくお高く止まっててとっつきにくいなっていうのが出発なんですよね。だから自分がもうどっぷり20年やっちゃってるから、なんかそういう人になりたくないなっていうのをすごく強く思っていて、なんかできるだけ分かりやすく、その初心者のだった時の気持ちを忘れないで、ファッションインフルエンサーになりたくないっていうのを未だに思っていて、そこがまあどこまでできるのかなっていう、なんかどっかでたまに思うんですよね。なんか今すげえファッション知ってるやつの発言してるなみたいな、なんか上から目線だなみたいな、たまに思うんで、そこをなんかあんまりやんないようにしたいなっていう、だそこはすごい多分一緒な、なんか思い、そうですね、めちゃくちゃいい話ですね。なんか同じっすね。ファッション業界の人って
か僕は自分のことをファッション業界の人間だと思ってないところがあって、うん、なんかあんまりそこにこうどっぷり生粋のアパレルの人っていうわけでもないので、うんうん、そこはなんか業界の方々のストイックなかっこよさっていうのは憧れるんですけど、うんうん、自分のキャラでもないし、ね、そこを突き詰めるっていうよりはもうちょっとこう噛み砕いて多くの方に楽しんでもらえるような、うん、そんな役割が担えたらいいなと思って、はい、そこは先の世界は広いので、そうですね、楽しんでもらえたらいいと思って、そうですね、本当そう。このファーストステップは意外と、うん、なんだろうな、かっこよくないと思ってしまって、なんか、うんうん、泥臭いところもあるし、スタイリッシュにやりたいところもあるんですよ、うん、かっこつけてこう、うんうんうん、そういうチャンネルが僕は好きだから見てて、なんかそのお前ら真似できないだろこの学校みたいなところをやってみたいって気持ちもあるじゃないですか、ファッションアイコン的な、そう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 、でもそれに自分が行っちゃったら終わりだろうみたいなのを僕も思ってるんですよね僕のね実力はいけないんですよ、いやいやいや全然いけます、そこのねセンスみたいなところに僕もなんかあそこまでのキャラクターじゃないなっていう見切りをつけた時があって、するにはこう伝えるっていうこと、うん、噛み砕いて伝えるってことは僕にとっての一つの得意技だし、うん、それに喜びを感じるので、うん、そっちに振り切るというのを YouTube でやってて、はい、そこら辺がなんか、なんか根底がなんか似てるので、そうですよね。なんか面白いなと、ね、今日も何時間喋ったんだろうっていう感じになってますけど、なんか2時間半喋った、2時間半やばいっすね、やばいっすね、はい、めちゃくちゃ面白かったですね。また定期的に、はい、ぜひぜひ、ま、ね、できたらなと思います、はい、ぜひね、なんか違うネタもやりたいですよね、うんうん、本当になんか多分この対談系だと また2年ぐらい寝かせてネタ貯めてからの面白いと思うから、うん、うなんかそうなっちゃうし、また別のことでね、なんかやれたら面白いですね、うん、面白いですね。いや本当にこういった話をできないともいないので、なかなかいい、今日は本当にこちらこそありがとうございました。楽しかったです。楽しかったですね。はい、前編後編両方合わせて見ていただくと、はい、かなり味が濃い2回になってるかなと思うので、そんなに僕らのこと知りたいのか、そうですね、ちょっと需要があるのかないのか置いといて、はい、まあまあ深掘りをして、はい、そういったこうファッションチャンネルやってて、いつも同じような感じでやってるけども、その裏側にはそういったちょっと熱い気持ちもあるんだよってところがちょっとでも分かってもらえたら嬉しいです、ね、はい、そうですね、なんかまた知りたいこととかコメント欄とか書いていただけるとね、ぜひぜひいいですよね、またちょっと第2弾でその辺もね、そうですね、喋ったりとかして、うん、面白いな、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、はい、ということでここまで見ていただいて皆さんありがとうございました。かなり長尺だったと思うんですがこれ前編後編合わせて見た方はもうめちゃくちゃ嬉しいなと思いますぜひコメント欄とかでね、あの感想も聞かせていただけたら僕たちも励みになりますので、はい、よかったらお願いします。それではまた皆さん次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。バイバイ。